あ、クロス掛けね。涙なはじすぎです。そうだね、朝ごはんに漬け作りました。なんだっけこれ、稲田の漬け作りました。グッ、うんうん、新橋から汐留駅まで歩いてます。落ち合いました、無事よし。行きましょう。あ、本当だ、素敵。わあ、初めて来た。私もね、あ、こう
入るのにお金がいるんだね。おー、あ、前撮りしてる。いいわね。綺麗よ、とてもね。しかも天気いいし、なんかカモみたいなのがいる。これがさ、この中にあるのがすごい、そうね、ギャップね。あそこのタワーマンとかさ、そうそうそうあ、いいよ、いい感じ。うん、休憩所に行こう。あ、いい感じやん。おー、いいね。紅葉になったらめっちゃ綺麗やろね。ねえ、いやー、ここ来たいと思いよったんよ。そうなんだ。うん、あ、あのお花のとこも綺麗よ。あ、なんかあの芝生多くない。いいね、あっちがいいね。いいね、あっち、あの橋渡っていける、そっちあ、完食だ。くるみ餅とか、いいよね。ほんと、ほんとよ。わー、きれい。おいしそう。うだろ。作ったけど。あ、幸せ。かっこいい。せーの満開も気持ちいいよ、気持ちいいよ。いやいいよ、いいよ、綺麗。スキップして考えるちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、めっちゃ映ってる。なんかすごいね。うわー、いっぱい。どうなった？どうになりまして、柚子ペーストと白あんでございます。こちらはサザンカ、中は白あんとこしあんでございます。はい、どうぞごゆっくりお召し上がりくださいませ。失礼します。ケーキ入刀、ケーキ入刀。おお、お、あんこだ。頭がこんなん。乾杯。はい。美味しい。
あ、初めて買いました。三種類あって、お、色的に抹茶チョコ、あ、生ドーナツっていう売りです。抹茶。うん。ま、うん、もちもち。今度はクリーム入ってるやつ食べよう。うま。決まった。見てるでしょ。あっ。帰りました。ご飯です。おいしい。白子ポン酢。今日もスケジュールを書いてそれ通りに動きます。今日がこの後3時からバイトで8時までで8時11分の電車に走って乗ったら9時に家に着くからここから9時半にはお風呂が入るので30分でご飯食べないといけないから
もう準備しとかないといけない。もう何食べるか考えとこう。今から夕飯の準備で、今10時20分ぐらいだから11、約3時間か。んで明日11月14日に福岡に帰るんですけど、今スケジュール書いてたらめっちゃ時間がないことに気づいて、それまでいっぱいちょっとバイトを入れちゃったので、私は今からあと3日分刻みのスケジュールで動かないと間に合わないことが判明しました。なので今日の夕飯をもう作ってます。これから私の苦手な冬が来るんですね。冬の時期のバイトしたくね。今日は久しぶりに鶴見線に乗ってバイトに来ました。3時から夜8時まで働きます。頑張ります。ご飯出来上がりました。椎茸の肉詰めともやしのナムルと、この中に鮭が隠れてる冷蔵庫の余り物を炒めたやつです。やっぱりスケジュール通り動くと、スケジュールを朝決めると無駄な動きをしなくていいのでいいですね。明日も12時から6時まで仕事。ハード、バイト入れるんじゃなかった。朝起きたら予約セットしてし忘れてて、ご飯が炊けてなくて今慌てて急速で炊いたんですけど、これって巻くことあるんですかね。急に10分巻いた。え、早っ。なんで。今日はこれを食べます。前買っておいた無印のレトルトです。お、すごい。夕飯できました。すごいカレーみたい。担々麺の匂いですね。なんか山椒辛い感じがする。今日のスケジュールは
今7時半。8時になったらお風呂に入って、9時20分に相方さんをお迎えに行かなきゃいけないので、9時20分。で、帰ってくるのが10時。おぉ。明日もまたバイト入れちゃったので、ご飯を炊いて寝ます。で、明後日からは福岡に帰ります。楽しみ。Mm-hmm.